私はね、ここ東京の中心部で得体の知れない大きな危険が迫っていることをあなたたちに警告したい。それは叔父の友達の知り合いの女性に起こったことなんだけど、他の誰にでも起こり得ることだからね。その女性は大学で運命の人と出会ったの。お花見の季節になってロマンチックな場所を見つけるために二人は東京中を探したらしいの。それで最後に見つけたのが井の頭公園。二人は手をつないでゆっくりと歩いてたの。そしてスワンボートに乗ったら起きてしまった。池の真ん中で二人は初めて喧嘩をしてしまったの。以来日に日に喧嘩を激しくなってきて、とうとう互いに我慢できなくて結局別れてしまった。昇進しきった彼女はもう一度井の頭公園に向かった。そしたら突然柳の後ろに赤く光る神社が見えたんだって。中にいた神主がこの公園にまつわる呪いについて聞かせてくれた。弁天社に近づく恋人たちは弁天様の怒りを買ってしまい、みんな別れてしまうんだって。それがたとえ大恋愛だとしても結局別れてしまうんだ。